はい、構図の趣味部屋へようこそ。今回はね、ちょっとねビックリマンの話をしようかなと思います。はい、まあ、というのもね、私のねアイコンがねちょっとビックリマン風に変わっているのをお気づきでしょうか。はい、まあ、あれはねちょっとイラストレーターの方にお願いして制作していただきました。はい、まあ、やっぱりねビックリマンはね子供の頃から大好きで、まあ、いつか自分もねシールになりたいななんてね思ったこともあるようなないような、はい、っていう感じでね、そんな感じでちょっと作ってもらっただけなんですけれども、はい。で一応ね今回はねもうとあるものを入手したのでそちらについてねちょっと考察していこうかなというふうに思っています。じゃあそのね今回お話しするもの、それをねお見せしたいと思います。こちらです。バン、はい、出ました、スフィンクスヘラクライスト。はい、ご存知の方はねもう本当にやばいシールだっていうのが分かるかなと思います。はい、まあ、というのもねこちらはキングオブエジプトっていうね、洋画が、劇場で公開されたんですけれども、それを記念してね99枚限定で制作されて抽選プレゼントされたものです。はい、でね、まあ、ヘラクライストといえばねここぞ本当ね好きな人は分かるかと思いますけど3色展開してるんですよね。第7弾ですよね。その色もね銀緑赤っていう風にあるんですけれども、まあ、今回のこのスフィンクスヘラクライストも銀緑赤、はい、この3種で99枚なんですよ。ということは1色にあたり33枚しか作られてないんですね。なのでかなり貴重なものとなってますね。はい、でだいたいね今の相場、まあ3色平均ですと、まあねあんま上下ないんですけれども、平均が約60万ですね。はい、1枚シールで60万ついてます。はい、これがね当選で、もうね当選者に配布された当時は10万とかそこらで売られてたんですけれどもね、それが今じゃ1枚で60万、すさまじい値上がりですよね。やっぱりねビックリマンはねもうね天井知らずっていうかね枚数が少ないほどやっぱ価値がどんどん上がってきますね。ということで私が今回これを手に入れたんですが、でこれの入手経路、まあ、手に入れたというかねこちらちょっと友人からの依頼で、ちょっと預かっています。はい、それがねこちら本物かどうかっていうのを見てもらいたいと、はい、そういうことで依頼されて今回こちらの動画としてねアップさせていただきました。はい、まあねスフィンクスヘラクライストの特徴は 7×7 の正方形のシールなんですよ。通常は48ミリなんですよね、まあ、4.8 センチ、の正方形だからね比べると背後にありましたね、このヘラクライストと比べるともうこんだけ大きさが違うんですね。相当でかいんですよ。はい、でこれのねなんか48ミリ版っていうのはパチモンでオークションとかに出てたんですけれども、まあ、そのパチモンでさ1万とか言ってますからね偽物を1万で買うっていうのもすごいですけどね。はい、まあ、友人がこれをねいくらで手に入れたかというのはね、ちょっと、内密にしておきますが、まあ、とりあえずねこちら見た感じはねほんとねわからないですね。よく見ないと。というのもねよく見ればすぐわかるんですけれども、まあ、とりあえずねなぜ私にこういうのが来たかというと私ね自力で当ててますスフィンクスヘラクライスト。まあ、前回とかの動画とかにも動画でアップしてますが、はい、そちらとねちょっと見比べてみましょうか。で見比べるも何もねちょっと色が違うんですよね。私が持ってるのは銀なんです。はい、まあ、でもね絵柄とかでわかるかなと思いますので比べていきたいと思います。まあ、とりあえずね自分が持っているスフィンクスヘラクライストをお見せしたいと思います。こちら、はい、
こちらが私の持っている本物ですね。間違いなく本物のスフィンクスヘラクレスと。めっちゃくちゃダイヤモンドかと思うぐらいの輝きですね。うん、まあ、この時点でね、もう判断ついた人もいるんじゃないですかね。うん、まあ、ちょっとね、じゃあ横に並べてみましょう。はい、こんな感じ。まあ、実際ね、銀、あ、緑か。緑は持ってないんで、何とも言えないんですが、まあ、わかりますかね。うん、まあ、まず、一番特徴的なのが、まあ、イラストですよね。イラストの透過率っていうのかな。うん、なんかそういうプリズムの透け具合が全然違うよね。うん、こっちの本物はキャラクターが、まあ、はっきりと分かるんですが、こっちはプリズムにちょっと隠れちゃってる気がするね。うん、でスフィンクスヘラクレストの文字自体もプリズムに負けちゃってる感じ、透けすぎてる。まああとピラミッドのねロゴですよね。うん、左上のこれもね、ちょっとプリズムに隠れちゃってるっていうかね、同一化しちゃってますね。で、一番特徴的なのがこの刀の線。うん、本物はシャープですけれど、偽物はギザギザみたいになってますよね。うん、ここら辺が雑ですね。はい、でじゃあね、大きさ本当に7センチあるのかっていうのをね、ちょっと見ていきましょう。はい、では実際のね、本物のヘラクレストを測ってみましょう。はい、わかりますかね。ちょうど7センチですよね。うん、で横もね、見ていただければわかりますが、ちょうど7センチですね。はい、では、偽物と思われる方。はい、こちらもね、うん、7センチジャストですね。横も7センチジャスト。ということは、大きさは全く一緒ですね。7×7。大きさは一致します。はい。ではね、裏面がどうなっているか。まあ、とりあえずね、まあ、本物から、裏面見ていただきたいと思います。はい。こんな感じですね。はい。まあ、文字とかね、はっきりと書かれてますね。これをちょっと記憶しておいてください。では、偽物を見ていただきたいと思います。はい、こちら。はい、違いわかりますか？じゃあね、並べてみたいと思います。はい。まあ、こう並べると一目瞭然だよね。裏面に関しては色の、銀、緑、赤に対して裏面はね、色は一緒です。はい。なのでね、うん、めっちゃ違うよね。こっちが黄色が濃いよね。こっちが本物ですよ。はい。うん、濃い。で、下書きが、上が偽物で下が本物です。薄いですね、上の。神々の噂のところがまず薄い。で、なんかプリントがずれてる感じだよね。うん。こっちはほんとコピーしたかのような印刷。なんかぼやけてるっていうかね。で、あとこう、個体差って、かわかんないですけどね、偽物に個体差があるのかわかんないけど、切り口が雑ですね。もうプリズムが端っこ透けて見えますね、プリズムがね。うん、ちょっと雑になってます。はい、という感じでね、うん、まあシールの出来としては、うん、まあ持ってない人からしたらわからないかもしれない。うん、で持ってる人間からしたら全く違う。うん、すぐにわかった。そのぐらいかな。だから本当ね、わからない人からしたらこれが本物だって思っちゃうかもしれない。うん、あと何で区別するかって言ったらね、やっぱりちょっと当選通知証の有無だよね。
ありなし、はい、で実際にね当選通知全文は見せれないんですが、一応ねこんな風に、当選おめでとうございますっていう風でね、はい、こんな感じでムビチケ限定ビックリマンキングオブエジプト神コラボプレゼントキャンペーンにご応募いただきっていう文章が入ってますね、はい、これが、当選通知書です。でそれと一緒に同梱されていたのがこちらのキングオブエジプト映画ですね、はい、そちらのポストカードが同梱されてました、はい、一番特徴的なのがね、もちろん私が自力で当てたんで封筒もついてます、はい、映画ウォーカー、映画ウォーカーから送られてきてます、はい、私がね実際に当てたという証拠にね、もうこちらモザイク入ってますが、私の住所です、はい、これね綺麗に封筒から剥がしたんです、うん、なんとかねほんと綺麗に剥がせたんで、うん、とりあえず取ってあります、自分がワンオーナーだっていうことをね証明するためにという感じですかね。あとはねちょっと細かいところもあるんですが、それはねまたコピーとか偽造されるとまずいんでお伝えはできませんが、まあ以上ですかね。ということで申し訳ないんですが、友人に対してはこれは偽物と告げるしかないわけです。はい、うん、まあよくに偽、うん、よく寄せた偽物、まあこんなもん、まあ今の技術だったらすぐ作れちゃうのかな。まあでもやっぱね本物に比べたらねどっかしらがおかしいんですよね、うん、3色あって当選した時はランダムに配布されてくるんですよ、うん、何色かっていうのは自分で選べないん で私はね当たったからっていうわけじゃないんですが銀が欲しかったんですよ。なので銀が来た時めっちゃ驚いてめっちゃ嬉しかったんですよ。まあ、しかもこの銀ね何気にほんと銀っていう銀じゃなくて黒っぽいんですよ。黒プリズムっぽい、うん、まあかっこよく言えばいぶし銀みたいなね、いぶした銀みたいなかっこいいプリズムなんですよ。だからこれは良かったなと思ってね。しかも背後にねうっすらとピラミッドが映ってるんですよね。わかりますかね、うん、これもねめっちゃかっこいいんだよ。でなんで銀が良かったかっていうとね、まあ、これこっからはね、まあ、自分の個人の話になるんでねお付き合いいただける人だけちょっとこの先は見てください、はい、私がねなぜ銀のヘラクライストを好きかって言ったらね、自分がね当時第7弾が出た時買って引き当てたのが銀だったんですよ。むしろねその銀を引き当てた時緑と赤があるの自体知らなかったんですよ、うん、この段はヘラクライストの銀だけだったと思ったんですよね、うん、で後になってコロコロコミックとかで見て、うん、緑と赤があるんだっていうふうに、うん、思ったんですけどね。それまでね、一キャラ一種だと思ったんですよ。その前の段の第6弾はシソジュラとあとブラックゼウスですよね、うん、の2枚なんですよね。でもヘラクライソンに限っては3色あったんですよね、うん、まあ、その中でも銀はね一番弱い、うん、状態なんですよね。でもそんなの関係なくね、うん、私は銀が出てめっちゃ嬉しかったんですよ。だからなおさらねここにあるのも当時物なんですけれども、こちらね当時物のヘラクライストの銀なんですが、これもねめちゃくちゃ完品状態なんですよ、うん、なので大切にこれ UV カットのね、うん、普通は カードを入れるやつなんですけどもね、カードローダーっていうのかな。でもちろんねこれはね自分が当時引き当てたやつじゃないんですよね、うん、完品状態のものを買ったんです。自分が引き当てたやつはね、まあ、当時ですから私ねゴム保存してたんですよ。ゴムで巻いて、だからどっちでしょあってもねもう壊滅的に状態悪かったと思います。はい、でそのねラクライストはもう多分捨てちゃったんですよね、うん、なんか捨てた記憶があるんだよな。
もう中学入ってから捨てた気がします。はい、これは見る限りなんでヘラクレイソンのヘッドロココもあるんだっていうね。実はねこのヘッドロココにもちょっと思い出がありまして、当時ねこれは第9弾かな、ヘッドロココはね、第8弾がマショーネロだから、うん。でこれがヘッドロココが出た当時はねめっちゃくちゃね欲しかったんですよ、ヘッドロココ。だって見た感じがかっこいいじゃないですか。うん、まあ当時は女の子だと思ったんですけどね、ヘッドロココ。まあ後々男だっていうふうに知ったんですが、うん、まあ女の子キャラ好きじゃなかったんですけど、もうイラスト自体はかっこいいし、しかもねプリズムが扇形っていうね特殊なプリズムになってるんですよね。これがまたいいなと思ってて、で結局自力では引き当てられなかったんですよ。まあ、当時3個縛りですからね、3個縛りの上にもうね1パー5にヘッドが入ってるかどうかのボックスですよ。その中の3個しか買えないっていう縛りもあったんで手に入れられなかったです。でもね友達が持ってたんですよ、これを。めっちゃ羨ましくって、めっちゃ羨ましくて悔しかったっていうのもあって記憶にあるんですよ。だつまりね自分の当時の思い出深いヘッドがこの2つなんですよ。うん、自分で引き当ててめっちゃ嬉しかったのがこっち、うん、でめっちゃ欲しくて悔しい思いしたのがこっち、うん、だから両方思い出があるということでこの2枚を丁寧に保存してます。うん、といったね、ちょっとびっくりマン語りをしちゃったんですが、まあね好きな方には響いてくれるんじゃないかなと思います。はい、ということでね、まあ、なんだかんだの目的は私のアイコンが変わったってことですね私のアイコンがびっくりマン風に変わったっていうのをお伝えしたくていやそうじゃないんですけどね、はい、まあ、結果としてね、こちらの緑のスフィンクスヘラクレイソンは偽物ということでね、皆さんも注意してください。はい、もしねちょっとね、まあ、手に入ってこれ本物かどうか分かんないなと思ったらね、お気軽に私にご連絡ください。はい、ということでね今回の動画は以上になります。この機会にぜひチャンネル登録したい、ね、方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。